演舞開演。どうも、本日自分は地区のたこ焼きパーティーに来ています。ただいまから焼き始めるところです。いや、あ、もう3つも船って書いて、あ、三国神社、桃山ですかね。はい、私の住んでる家から少し南に行ったところです。役場だったんですね。役場よりは離れてますよ。そうでしたか。あ、そうそう、具材。具材は順番に入れていってもらって、うん、じゃあまた中村キャベツいきますか。うん、キャベツ。今度、ウインナーで変えてもいいですし、まあ、ここも手そうですね。キャベツではいきます。はい。一回食べてみますか。はい。はい。うん、ます。全体にかけて。全体にかけて。ここまでいったら。そうそう、ね、あ、取りましょうか。たこ焼きと、たこ焼きと、一応肉味噌とマヨネーズもありますよ。肉味噌とはちょっと違うのかな。何味噌やったっけな。味噌だ、ね、具材をパラパラパラー。いい色合いになっていきますね。待って。あ、そう、天かす。天かす、大丈夫。いいです。どうぞ。いいです、どうぞ。もう、いけるよ。今年の1月に行ったはずなんですね。どうぞ。行きましょう。パラシュメン。ここの形ね、よく使うよね。家もほとんどその名古屋が初ですね。あ、そうなんだ。中谷さん、いらっしゃい。よく来ていただいてありがとうございます。ここどうぞ。ちょうどね、今できたところで焼いちゃってるよ。中谷さん、こっち来る？どう？中谷さん、こっちで先こっち食べるかい？いけてるね。ジュース、今日はコーラとなっちゃんとお茶と、こんにちは。今、一回開いて、食べ始めたところ、これから食べるとこなんで、ちょうどよかったです。ここ取ってください。はい、どんどんできますんで。今裏返しているのも私です。本当ですよ。そういうところ、そういうのでプライドあるところはなかなか譲りませんからね。取ってください。続けて。なかなかに難しいかもしれない。お茶とコーラ。うん、でも焼き餃子ってあれ日本なんですよ。なんか中国でやったら焼き餃子はしないって。あまり麺にするとかそれぐらい。マヨネーズいる人、マヨネーズ。あんな本番中華料理屋で焼き餃子は怒られる。すべて見ないで。焼ける餃子とかスープ餃子。まだ高級中華。またさんが、こっちに行ってください。ここに店。はい、ちょっと私も入れていきましょう。あー、トランがペン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 。
もうこれウインナーと多分両方入れた、両方入れました。これね、名古屋の味噌なんだからね。これ名古屋の味噌ね、もらったんよ。これで味噌カツ用とかあったの？そうそう、味噌カツ用。ちょっと濃いからちょっとお皿のところへピッてつけて。たぶんとんかつにかけたこともあります。あ、そう、はい、そんなに有名だったんや。悪いですよ。まあ、1月に名古屋に行った時にちょっと結構うまい。事前の情報が書いてたのでこれ買っていきたいなって思ってた。思ってた。そして、そしたらもう、でお土産屋さん入っ、名古屋城のお土産屋さんに入ったら、うん、思いっきり置いてあって、うん、こういうところで置いて、売ってるあるぐらいに飲んだんだって、でも、なんか、有名なのだって、夕食という時、夕食のために入、夕食の食べるために入ったお店の中でも売ってるぐらい。あ、お土産屋さんに置いて、そういう場所でも売ってるっていうか、かなり有名なんです。有名ですね。暑いんでちょっと話が。もう一回行きましょうか。せっかくなんで。録画中。はい。あ、とりあえず今のところ顔は映らないように焼き場面だけ撮ってますので、なんかせっかくなので、ね、せっかく持ってきたのに何も撮らずに帰ってしまうのもある。その飾り外していた方がいいですよ。全然焼き部分だけ取ってあちら側も焼けているようですね。せっかくですからもうちょっと近づいてみましょう。どうですかね、2回ぐらいのペースでするの、いいぐらい、はい、1回よりもあれかな、いいですかね。そのたび、安全処理だと、こっちもなんかコマーシャルやってたみたいな、もうなんかの修復とかあれもどれだっけ。そうですね。いや、見てるのよ。4年から両方できるのって。大卒10周年で、バトルします。そう、10周年の。はい、必ず4年見たら、皆さんが発表してもらったんで。お渡すみたいな。資料。まあ、今回の長文の収穫はあるんですけど、お手伝いいたします。それをまた食べながらお話ししてもらいましょうか。いたします。で愛人との認定交差。まだ医師免許がある。医師免許だったらできない。できることは次第。あ、なんか僕映ってる。そうやね。やっぱりぽっちゃりしてる。これ去年のね、5月のトンボ池が。何かさ、覚えてる？あ、ほんなん映ったの。ぽっちゃりしてるな、やっぱり。見て。違うわ。また。では、いただきます。外はカリッと、中はとろりとしといて、タコの歯ごたえもあって、とっても美味しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。